よ、ユージオ。おい、ユージオ。うわっ、キリト、驚かさないでくれよ。悪い悪い、ずいぶん神妙な顔していたけど、どうかしたのか？いや、大したことじゃないんだ。僕もずいぶん王との暮らしに慣れたなと思って。まあ、ルーリットの暮らしとはずいぶん違うよな。故郷が恋しいってわけじゃないけど、ルーリットの大自然が懐かしいな。ふーん、それなら行こうぜ。え、今から？もちろん、悩んでいる間にまた忙しくなってきて、帰りたい時に帰れる機会を失っちゃうかもしれないだろ。だから行ける時に行っておこうぜ。そうだね。よし、行こう、ルーリットの村へ。確かに、なんだか寒いな。ルーリットの村ってこんな寒かったか。季節にもよるけど、少しおかしいかな。さっき村の人に聞いたけど、最近は気温が下がり続けてて、作物も前に比べて育たないみたいなんだ。大丈夫なのか？このまま寒くなり続けて、作物も育たず飢え死になんてことになるんじゃ。怖いこと言うなよ。いやいや、俺は最悪の場合を想定してたな。この風、北の方、果ての山脈から吹きつけてるみたいだ。つまりダークテリトリーの方からってことか。キリト、悪い、やっぱり僕も気になり始めたよ。ちょっと調べてみたいんだけど、協力してくれる？ああ、もちろんだ、相棒。風？確かに北から吹く風が多いな。それに時々雪か氷みたいなものが混じってる。雪か氷？確かに北の洞窟には氷があるけど、ここまで風に流されてくるものかな。まあ、俺たちにできることは何もない。ステイシア様に早く風が止んでくれと祈るだけさ。やっぱり。ユージオ、もういいか。今夜は冷える。さっさと家に帰りたいんだ。やっぱりまた行かなきゃダメみたいだな、果ての山脈に。そうだね。ユージオ、どうかしたのか？いや、何でも。何でもって顔してないぜ。いいから言ってみろよ。キリトをごまかすことはできなそうだ。そうだな、道中にでも話そうかな。よし、それじゃあ北の洞窟へ向かおう。
フーリッドの村と比べると一段と寒いな。そうだね。でもあんな場所でも僕の故郷だからね。の、ユージオ君にしてはなんだかトゲトゲしいな。茶化すなよ。キリトはもう僕が何を考えてるか大体想像がついてるんだろう。まあな。ルーリット村は確かに大切な故郷だ。でも彼らはアリスを差し出し見殺しにした。それは僕も同じだったんだけどね。でも僕は君と出会い強くなろうと努力したつもりだ。今となってはよくわかるよ、この村の人たちがどれだけ保守的かってね。彼らには彼らの生活があるからな。まあ僕もその中に埋もれた一人だった。でもそこから出てみてわかったんだ。黙って祈っているだけでは前に進めないんだってね。ユージオ強くなったな。なんだか心強いぜ。キリトに褒められるなんてなんだかくすぐったいな。魔獣がこんな場所に。この辺りでは見かけない魔獣だね。やっぱりこの先で何か異常が起きているのかもしれないな。よし、まずはこいつらを倒そう。無事か、ユージオ。うん、大丈夫。よし、気を取り直して北の洞窟を目指そう。着いたけど、なんだよこれ。洞窟の中なのに吹雪。洞窟の地面に張ってる氷も前より増えてるし、この奥に一体何が。ユージョ、あれを見ろ。あの大きいのは氷。ああ、氷塊ってやつか。あれが霊気を放っているんだ。村まで吹きつけてくる冷たい風はこれが原因だったのか。でもこれは前に来た時はなかったよな。とはいえこのままにはしておけない。破壊するぞ。そうだね。どうしてこんなものが作られたのか気になるところだけど、村を守る方が優先だ。やろう、キリト。よし、じゃあ同時に行くぞ。はあ！攻撃が弾かれた。なんだよこの氷。ただの氷の硬さじゃないぞ。初めてギガシタを叩いた時みたいな衝撃だ。僕らの力はあの頃とは比べ物にならないはずだよ。それでも傷一つつけられないってことは、ギガシダーとは比較にならないほど硬いってことだ。よし、ならもっと強力な一撃を食らわせやろうぜ。アインクラッド流剣術だね。ああ、じゃあもう一度行くぞ。せーっ、やっぱ硬い。でも傷はつけられたよ。よし、じゃあこれを連発で。あ、キリト、前に戦った魔獣たちだ。やっぱりこの洞窟と関係ある奴らだったのか。にしても一体どこから。あ、あいつら
まるで氷を守るように。もしかして教会を攻撃したから。待てよ、そうか、なるほど。あの氷塊、もしかしたらあれが魔獣に空間新勢力を供給しているのかも。そのせいで魔獣が急成長を遂げたんじゃないか。でもどうしてただの氷が。ただの氷じゃないとしたら、なんたってここまで移動してきたんだからな。そうか、青バラの剣の元になった永久氷塊みたいに。まずはこの魔獣を倒さないと。キリト、行くよ。ああ、動いてる。やっぱりこの氷って。魔獣を倒したことを怒ってるみたいだ。急いでこの氷塊を破壊しないと。
この氷の硬さは知っているだろう。何か方法を考えないと。ダメだ、そんな余裕はないよ。このままじゃルーリットの村は凍りついてしまう。僕が守るんだ。分かった、手を貸せ友情。ありがとう。行くよキリト。せっ、やった、成功したのか。やったよキリト。すごいな、前に試した時は少し傷をつけるだけで精一杯だったのに、今回はどうして破壊できたんだろう。それはきっと、きっと、いや、なんでもないよ。おい、ユージよ、気になるだろう。はいはい、また今度教えるから。とにかく今はルーリットの村を救えたんだからいいだろう。ほら、さっさと村に戻って無事を確かめようよ。わかったよ、村へ戻ろう。これが本来の気候なんだろうな。気温も元に戻って、俺たちのよく知るルーリットの村が戻ってきたな。そうだね、ようやく懐かしい感じがしてきたよ。こうしてみるとやっぱり故郷なんだなって思うよ。ユージよ、僕がこの村に対して否定的だったのはただのおごりだったのかな。宗剣士になってセントラルカセドラルを登って少し強くなったと思って考え方が変わってしまったのかな。そんな風に卑下することはないと思うぜ。ユージオのおかげで北の洞窟の魔獣を倒したり、あの氷塊を壊したりしたんだからさ。ユージオが青バラの剣を使いこなして武装支配術も記憶解放術も使えるようになったおかげで全てを解決できたんだ。この2年間でユージオ自身が作り上げた強さだ。そこだけは自信を持ってもいいと思うぜ。ありがとう。ついでに言っておくと、あの氷塊を破壊できた理由だけどさ。ああそうだ、聞かせてくれよ。さっきも言った通り、少し前まで僕はルーリットの村が嫌いだった。でも氷塊による霊気が村を凍らせると悟った瞬間、何としても守らなきゃって思ったんだ。村を守ろうという思いが真意となって青バラの剣の威力を高めたのか。多分ね。あの瞬間、僕はこれまでのいろいろな経験を思い出したんだ。初めて青バラの剣を握った時の思い出だったり、ゴルゴロッソ先輩から教わった強力な一撃だったり、あとはそう、刻み手としてギガシダーに振るう斧の感覚。まさにユージオの強い思いがあの一撃に込められてたってわけだな。うん、だと思う。そう考えると長年刻み手をやってたことも捨てたもんじゃないな。はっ、そうだね。うん、どうしたんだ、地面に何が。これは、バラ、バラのつぼみだよこれ。
ルーリットの村で育てられているわけないし、自生しているものだよな。バラは皇帝でさえも育てることが禁じられているからね。自然に生えているバラなんてすごく珍しいよ。ならこれは勇将が青バラの剣で村の危機を救ったことを祝してるのかもしれないぜ。そうだといいね。